いや、なんといってもやっぱり大谷ですね。はい、はい、これ初回でしたけども、渡辺直人がツーベースでワンアウトから出ました。しかしその後です、冷静ですよね、うん、やはりこういう時でも、立ち上がりからもう、自分のピッチングをしてきましたよね。ピンチをしのぎました。2回です。まあ、菊池の先発だったんですが、まあ、ちょっとその審判との相性の部分はありましたけども、確かにいいボールもいってる部分はありました。ありましたね。でこれ木村の送球です、はい、これいいボールでしたね。野手にだいぶ、ね、こう助けてもらった。またファイターズの攻撃がちょっとね、ちぐはぐさんも、借りて最初失点で、ね、いけましたよね、うん、3回のピッチング、先頭の杉谷が三遊間です。でこの後金子が送ってワンアウトランナー二塁。秋山のこのバッティング、センターの前に打球は落ちます。しかしこの打球が後ろにそれました。この間にランナー帰って先制点です。で大事だったのは菊池がこのすぐ直後のイニングをしっかりと締めたかったんですけども、4回です。大引きが先頭バッター、フォアボール、送りバント失敗の後サインが変わってヒッティング、これがタイムリーですよね。あ、その前のフォアボールも非常に、まあ、出してはいけないところで出しているのもちょっと、気になるところではありますね。反省点ですよね。でその後スクイズに行って点を取りに行ったんですが、これが失敗。2日連続でスクイズ失敗というシーンになったファイターズです。4回の裏、ここは3者連続三振のシーンです。5回の表、ワンアウトランナー二塁で小屋野、これがセカンドランナーにしか飛び出してしまいました。はい、こういうちょっとミスという感じの攻撃は多かったですよね、はい、ファイターズちぐはぐな場面がありました。まあ、ピンチの場面があったんですが、その後は三振でミランダを取りました。5回の裏、脇屋の打球がレフト線です。これがツーベース、ランナーは三塁に行ってこの内野安打、これが勝ち越しのタイムリーです。2対1。6回です。大引きサードゴロ。まあ、これ6回までしっかり抑えたいなというところで、この回は3人で締めたんですよね。大きかったですよ ね。このスライダーがある程度、はい、内野ゴロにできるボールになったのは最終的に大きかったですね、うん、3人で抑えました。で菊池はこの6回でマウンドを降りました。116球、被安打6、フォアボールが5つというシーンでした。7回です。で2対1のリードの場面で満を持してウィリアムスだったんですが、このプレーからリズムが変わりました。先頭バッター打ち取った打球はこれヒットになりました。でこれ西川も送りバントができずにヒッティングに行ったところがタイムリーですね。今日2回目ですから ね。同点に追いつかれました。でこの小屋野が一塁線を抜いて3対2、勝ち越しになります。これでウィリアムスは交代です。で7回の裏、ツーアウトから金子がツーベース、秋山フォアボールで二塁一塁、そして渡辺、これが156キロ出ました。これはもううなりましたよ ね。こっちもね、まあ、大谷ここにありというようなボールを出してくれましたよね。115球目でしたが、さあそしてなんとか1点のビハインドのまま行きたかったんですが、この場面で登場した高橋が失点。まあやはりあの場面の気持ちの持ちようっていうのが土井さん大事だったと。今日ははい、そこはねちょっとミーティングしてほしいところですよね、はい、きっちりね。で5
5対2となった3点ビハインドの場面で満塁からこの渡辺直人の内野ゴロの間にランナー1人帰って2点差2塁3塁となってピッチャー黒田に代わってそしてバッターは斉藤翔吾スライダーが真ん中高めに来ました。しかしその投球をしっかり振り抜いたフェンスオーバーです。その瞬間の大谷翔平8勝目がスルリと逃げていきました。ヒーローになったのは斉藤翔吾。